ソーセージ。これをこのぐらい辛くするし、これで足りるよ。7時半にあのね、天祖さんがうちに来る。うちに着く。で、今何時？ 6 時。あ、1時間あるかな。どうしようかな。あ、これもある。これも。はい。これもじゃあ焼きましょう。これ塩コショウして。これね、結構焼きます。これアスパラベーコンない、ね、お弁当っぽい。甘い卵焼きと、これはゆっくり。いいや、もうちょっと注文多いんだあいつ。俺の好きなような、好きに。皮目から、はい、皮目から。はい。はい。これでじっくりやっていきたいと思います。で、昨日ちょっと伝授した。伝授した、技をちょっと紹介します。お弁当で、花びらと、見ててね。あ、用事。うちに用事ってあったー。で、見てて。ちょっとね。
早くできるように。で見てて花びらを作ります。いきます。イエーイ、かわいい。簡単、とっても。どう？楽ちん、簡単。これをじゃあまず2個。一人一個ずつ入れて。簡単だね。簡単です。音楽つけてない。あ、なんかちょっと失敗しちゃった。ちょっと失敗しちゃった。はい。でもう一個伝授した。もう一個伝授した。はい。はい、はい、これね。いきますよ。はい。あ、同じ型にしよう。あ、むずいのか。はい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 、かわいい。ぐさ、かわいい。簡単でね。これも
さ、でさ、上手でしょ。彩り大事で、ここに最後トマト刺して、ね、はい、いい感じ。いい感じです。いい感じでしょ？いい感じ。これはいいかな。もういいか、これできてるよね。これお弁当にやって。手羽先一番好き？じゃあ次は、タコさん。あ、宇宙人だっけな。宇宙人。あ、タコか。少しのタコ、あ、なんか切りづらいんだけど、わあ、なんか解凍するとなんか切りづらいな、これ。マジか。切りづらい。くそ。
そが。あ、そうだ、ちょっとキャリーちゃんに電話してみていい？ちょっと本当にまゆ口がなのか聞いてみる。キャリーちゃんのジャブこっち入ってたっけな。キャリーちゃん、寝てんの？寝てんのか？でもさ、言えるわけないだろって言われたらもう無理じゃないか？とかね、でもミーコと今あれだからさ、本人に言えるわけねえだろう。タクマは言ってくれそう。普通にちょっとマイと似てるから脇がの人にも脇がだよって教えるタイプだと思う。わかる、うん、タクマ臭くないって言ってた。え、じゃあそうなんじゃないの。じゃあで火薬さんに聞く。で火薬さんはまあ確かに、ついでにじゃあ裾がとかも言われてるから裾がも聞くか。じゃあふざけんなあいつ。え、言ってたの、たくま口臭くないよって。じゃ臭くねえじゃん。一番男では一緒にいた方だよね。いい加減にしとけよマジで。山田いや、なんか、いや酒臭いのはわかる、結構言われるから。それなんかそれをさ、なんかふざけて言い過ぎ。なんか私が優しいからネタにできると思って言ってんじゃなくて、しかもあいつさ、なんで電話出ないのみんな。臭くないって言ってたんだったらマジで私じゃあ臭くないわ。マジでいい加減にしろよ。え、こんだけかな。え、つうかさ、じゃあなんで私こんな言われなきゃいけないのって感じ。
私一応女なんだけど、前と比べた、だからなんでてか臭くないのは、まあ臭くないんだけど、なんでみんなになんか診断されてんの、私、私に人権ないわけ。同じ人間なんですけど、女性だしね。山田くんは私が優しいから、私が優しいからって調子乗りすぎ、ね、マジで絶縁しようかな、あいつ。山田に電話するわ、ちょっと。私しかも裾がじゃないしね、悪いけど。って言ってきたからさ、するね。あと口臭い聞いて。マジで許せない。ネタつうか、あいつはネタ絶対に。そう、山田に電話する。マジ上のこいつ、実は山田くんに聞いたら、俺そんなこと言ってないって言ってたよ。俺そんなこと言ってないよって言ってた。こいつかけ直してくる。てか酒飲んだら、まあ、酒臭いのはわかるけどさ、それをなんかシンプルに臭いみたいなニュアンスで言ってない、あいつ。多分だけど。もうダメだ。あ、卵焼きだ、最後。最後卵焼き。
最後。あ、メイクできるかもしれん。このまま行けば。間に合うかもしれん。かもしれん。で、甘い卵焼き。さ、ウッキーがさ、なんか大変なことになってます。やばいっつだからちょっと、マヨネ、ちょっとこんなもんでいいか。やばかったの？見てないんで私、あのなんかウッキーがさ過呼吸になってる配信したって、もうお別れですみたいなタイトルででさ、チムちゃんと付き合ってた説あるじゃん。チムちゃんともうお別れですってこと？チムちゃんと別れてない人ってこと？私あの見たけど、あのツイッターのやつ、いまいち意味がよく分かんなかったんだけど、難しかったんだけど、あの LINE のちょっとよく分かんなかった。いや分かんない。ちょっと卵焼き器がないかな。ウキちゃん邪魔。卵焼き器がないんで、ちょっとフライパンでね。